はい、皆さんこんにちは、大木モデルスでございます。今日はね、ちゃんこで仕上げたジムですね、指揮換器みたいなやつを塗装していきたいと思います。一応ね、ジョブジョン登場機、作ろうかと思っております。はい、ジョブジョンってね、なぜかね、モビルスーツ、まあ、オリジンの漫画の中ではね、オリジンガンダムの漫画の中ではね、いろいろ載っておりましたけどもね、アニメだとすごく冷遇された予備パイロットということでね、ホワイトベースの事情を考えると予備パイロットを遊ばしておくっていうのはちょっと厳しいかなと思いますし、スレッカー登場機ですね、はい、が支給された時に、まあパーツいろいろね、支給されてると思います。はい、その時に、足りないところなんか補ったような感じ、ガンダムの予備パーツとジムの予備パーツででっち上げたみたいなね感じを言ってなってますけどね。だからまあなんとなく色を考えながら、はい、やっていこうかなと思っております。はい、ここね、膝下をフルアーマーガンダムのやつに変えておりますのが、ここ、まあ、色分けね、した方が好きなのでね、リアルタイププロトタイプガンダムのように色分けしたかったのでね、ちょっと改造しております。はい、こんな感じで膝が動く感じね。はい、で、シールドもね、こうノーマルだとちょっと外側にね、こうやった時に外側にこれでもだいぶ出てるんですよね。まあここ可動があるのでちょっとこれ以上どうしようもないんですけどね。はい、2ミリほどぶた切って短くしてね、はい、つけております。これでなんとなくこんな感じでやっていこうかなと思っています。これでも隙間だいぶ空いてますけどね、はい、まあ、シールド使わないかもしれないですけどね。はい、じゃあ塗装をね、とりあえずしていこうかなという感じですけどもね、まあちょっと固まっておりますので、ね、塗装イメージがね、はい、何色になるか乞うご期待ということで、それでは塗装完了までスキップいたします。はい、基本塗装終わりました。こんな感じでね、地味な感じに、はい、金髪なんですけどね、地味なんでね、はい、地味な感じやってみました。ちょっとね、色落ち着いてから乾燥させてから、グレー塗ったりとかね、筆塗りですね、やっていきたいと思います。はい、まだここら辺塗ってませんのでね、で、グレー他にもあるかな、はい、こういうグレーですね、はい、まあ、ちょこちょこね、足していきましょうかねという感じでございます。はい、部分塗装とデカール貼りまで終わらせました。はい、いかがですか、ウリさん。はい、かっこいいです。皆さんにご挨拶じゃないかな。はい、こんにちは、私のりです。はい、ちょっと腕伸ばしてましたはい、はい、こんな感じでね、やってみましたけども、うん、まあ、地味な感じね、言ってるように地味な感じになるように、でここね、まあちょっとグレー塗ったりとか、うん、まあもちろんオリジン系はここね色違うんでね、中の丸いところね、はい、塗ったりデカール貼ったりしてみました。こんな感じ、はい、まああまりねゴテゴテ貼らないであっさりした感じに仕上げましたけどね、うん、はいはい、まあ、おシャンティーな感じにねやってみたつもりです。デカールのね、指示書、はい、スレッカーのジムの説明書がね、うん、とか入り込んでしまってもう一個のキットを開けるように自由に貼ろうということで、ね、はい、で今回はジム、これについてたジムの、はい、スレッカージムのデカール、うん、そして、フルアーマーガンダム HG、 こちらについてたデカール、そして、ガンキャノン用、はい、ね、こういう感じのこれの青っぽい、うん、初期先行量産型か初期量産型か、なんかよくわかんないけど、最初に出てきたオリジンのガンキャノンの、はい、付属シールではなくデカール、はい、水転写デカール何枚かね、うん、合わせて貼ってみました。はい、ここら辺のラインだから、フルアーマーのうんラインを切った貼ったして、まあ一本ものじゃないんですけどね、いろいろ切った貼ったしてやっております。はい、ここも3枚貼ってます、ね、はい、
なので名前貼ったかちょっと分かんないですけどね。で、ここからスミレと、はい、ちょっとウォーシングやっていこうかということで、水性塗料で作った、はい、スミレ液みたいなね、はい、こんな色、ね、グレーっぽい色で、まあこれあの水性の溶剤、水じゃないですよ、溶剤。そして、ティッシュね。で、一応スポンジね、破片作ってみました、はい、作ってみましたとか用意してみました。スミレちょっとね、ちょこっとお見せしながら、ここら辺が分かりやすいかな。こんな感じね。普通のスミレ塗料よりもちょっと濃度高めにやってるのは、ウォーシング液としても使いますんでね、うん、やっております。まあこれ変えていきます。なのでね、このスミレをこう塗料筆でやってるとプロっぽいでしょ皆さんそうじゃないですか。最近はスミレだけだと、あのタミヤのスミレようなやつ使うので、あの筆、瓶に筆ついてます、接着剤みたいにね。まあちょっと乾いてないですけど、まあ、こんな感じで、スミレしてからよ、綿棒でね少し溶剤つけて拭き上げていきます。この拭き上げるときにね、あの方向縦にね、なるべくやっとくと、なんとなくはみ出しててもいい感じで、こっち側溶剤ついてない方でね、真ん中とかをこうゴシゴシってやるとね、なんかグラデーション効果も出るような気がしますので、うん、こんな感じですね。これを全身にやっていきます。で、このスポンジなんで出してるんだという話なんですけど、スポンジで少し汚しますっていうのが、こういうところですね。こういうところよ、はい、こういうところをね汚しますけど、ちょっと耳のところさっき取らせてくださいね。はい、はい、こんな感じですかね。はい、こういうところに、まあ色を白すぎるような気がするんですね。はい、あのまあなんか不自然みたいになっちゃうので、うん、まあドボッとつけるとねつきすぎるんで、こんな感じで筆である程度つけてから、はい、これをポンポンとこうやっていきます。で何回かこうやってると、こう色ついてないところでまたポンポンってするとまだらに色が抑えれるので、ちょっと落ち着いたでしょ。ここ何もしてないやつを比べると少し色が落ち着いた。こんな感じで仕上げていきます。はい、はい、ウォッシングというかフィルタリングというかね、はい、やってみました。あ、スミレとともに、うん、はい、シェフの気まぐれサラダ季節のお野菜とともにみたいな感じでね、はい、やってみましたけど、はい、いかがですか、色変わったの分かりますか、うん、画面上だとちょっと伝わりにくいかもしれないですけどね、全体的に、はい、分かる人は分かるでしょう、はい、ということ でこのまあガラスというか、うん、カメラの奥はフラットシルバー塗ってから、はい、ウォーシングでちょっとあの拭き取りしないで筆でこう塗っただけで、うん、ちょっと色調としてます。あまりにもね、このガラスというかね、こうガラスじゃないですか、プラスチックですね、はい、ここグラスを入れた時に反射しすぎるとすごくおもちゃ感出てしまうかなということで、いつもこんな感じであの色調としてやってます、はい、じゃあはめてみましょうかね。頭ちょっと外してね、はい、こんな感じね、はい、よっよっこいしょ、よっこいしょ、はい、こんな感じ。色調落としててもこのぐらい反射して光ります、うん、なのでね、皆さんもこう、はい、ガラスの奥光ってた方がかっこいいなと思われた方もね、うん、
あのこの色調を落とした方がなんとなくリアルっぽく見えるし、うん、逆に、ブラックライトで光るように蛍光塗料とか塗られてもいいかもしれないですね。はい、はい、まあ大体はあの蛍光塗料はあまりあれなんでね。はい、こんな感じでできましたということで、ジョブジョン専用というか、はい、ジョブジョン登場機かっこいいね、シールドはいらぬということで、もう作りませんでしたけどね、改造はしてましたけど、はい、こんな感じで、出来上がりました、はい、足の方のね、こっから下をだいぶ汚してるんですけどね、違い分かりますかね、うん、ちょっと光でね反射しすぎてね、はい、こんな感じね、はい、まあ、意味合いを持たせながらね塗装するとなんとなくね、あの作った本人だけは分かるようになりますので、うん、皆さんもそんな感じでご自身が満足するような模型ライフを楽しんでみたらいかがでしょうかということで、はい、勉強になりました？はい、ね、まあ基本筆でね、そうですね、これも乾いてるんですけどね、あのここら辺も結局こうやって塗っていって端に残してからトントントンっていって拭くとか、はい、いろんなテクニックありましたけどね、うん、まあそこら辺もあのもし見たいよという方がおられましたら、また今度ね違う動画でお見せしようかなと思います。はい、はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、 D ラボ模型研究所ということでね、一生懸命頑張っておりますので、ウリさんがねそちらを見て楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。